昨日ぶら下がりでその効果について有識者会議を設けて、その効果の概念を検討と言いましたんですけど、その基本的に大阪市政とか市政は何をしてきたかという評価についての話だと思うんですが、何をどういうロスをしてきたかということですね。それはあの行政ではなくて有識者でないとできないっていうのをどうしてるんでしょうか。それはだから効果っていう論理をきちっと構築するために、要は過去こういうことを行ってきたそういうロスがね、じゃあこの二元行政が改まることによってこういうロスが生じませんよっていう、そういう説明の仕方できちっと論理を組み立てなければいけない。で、過去に行われてきたロスというものも、じゃあそれが二元行政が改まることによって将来それが抑止できるようなロスはどういうものなのかってことも、これも検証しなきゃいけない。役所がやってきたことだから職員さんでは難しい。いや違います違います、これは新たな概念だから、そういう効果っていう、これは役所ではそんなこと考えたこともないし、今役所でやろうとしてる役所がもう役所の頭にある効果っていうのは財政効果しかないんだよ、ね、そうじゃないという、こういう大都市制度を改めるってことは、これは道州制でもね、道州制にもつながっていくんですよ。道州制をやることによってどういう効果が出るんですかって言われたときに、いわゆるそのお金がどれだけ生み出されますかって、そんなちっちゃな話のために僕はこの大阪都構想をやったわけじゃないのでね、どうしても行政マンはそういう発想で考えてしまうから、そうじゃないと。だって大阪都構想をやってですよ、施設を2つのものを1つにまとめていくら効果が出ますって、そんなちっちゃな話じゃないんですよ。だから要は大阪都構想っていうものがもしきちんとできていればね、 WTC ビルとリンクゲートタワービルなんてこんなバカな失敗はなかったわけです。だって大阪府知事が、まあその大阪の知事がね、リンクゲートタワービルとか WTC ビル、まあこの建設についてまあ考える権限と財源を持っている場合に、同時期に2本あんなビル建てるなんてことは絶対ないわけですよ。そしたらそれだけで1本もし止まるってことになれば、それだけで600億、700億の効果になるわけでしょ。だからこの大阪都構想をやった効果っていうのは今ものすごい矮小化されてきてね、今ある施設をこうまとめることによっていくらのお金が捻出できるかとか、そんなちっちゃな話じゃなくて、過去振り返ってもっと言えばね、きちんとした行政機構になってればその過去の失敗がなかったでしょっていう、そういう理屈なんですよ。だから市政改革もね、今市政改革プランでいろいろ300億ぐらいの効果を出す市政改革プラン作りましたけども、これもある市議会の方からで、市議会の方からはこれは大都市制度の効果じゃなくて市政改革の効果じゃないかということを言われてるんですけども、そもそも特別区というものがしっかりと5つぐらいで設置されていれば、ね、大阪市内にある今のような施設の状況にはなっていません。だから市政改革をそもそもやらなくてもよかったと、10も11も通るもあんな数作ったりとか、ね、そんなことは特別区がきちんと設置されて公選区長がいれば、ね、そんなバカな話はないわけで、ただそういう観点から効果を考えてほしい。これはもう行政の理屈じゃないから、有識者に僕の思いを伝えて、まあそういうことを考えてくれる有識者いるのか分かりませんが、学者の皆さんに集まってもらって、そういう論理を組み立ててもらおうと思いましたね。これは行政の仕事じゃないです。いろいろこう行政で議論する中で煮詰まってきて、こういう問題が今出てきてるわけですから、初めからそういう問題にぶつかってるわけじゃないので、逆にその行政だけの議論ですと、その小さい話だけになって、 それだと経理的発想、計算だけだとマイナスになるっていうことも、マイナスにはならないです、ね、ただそんなちっちゃな話で大阪都構想やりましょうというわけではない。過去の大阪府と大阪市の過去のロスを見て、これが二元行政の、まあ、ある意味、二元行政が起因となったロスなのか、そうじゃないロスなのか、そのあたりを整理をして、二元行政が原因となったロスなんであればね、将来大阪都構想が成立すれば将来同じようなロスは成立しない、これが最大の効果ですよ。そんなお金をいくら生み出すかとか、そんなんじゃなくて、これまでの大阪府政、市政を振り返ってみて、もう馬鹿げたことをやってきた、馬鹿げたことの繰り返しだったので、ね、これを止めるっていうのは一つの大きな効果だと思います。もちろん成長戦略とかいろいろね、
そういうものを一本化して前向きな話を実行していくということも効果の一つだけど、それはなかなか金銭換算できないので、ね、金銭換算すると思えば過去の不正姿勢でのロス、こういうものはもう二度と起こしませんよというところをなんとか金銭換算できないかなというふうに思っています。基本的にはその概念というのは全部金銭換算して、これはどれくらいの何億円に当たるとか。いやだから過去の不正姿勢でのロスを積み上げたらいいんじゃないですか。だから今やってる今の現行の施設を合わせることによっていくらの金を生み出すかって、そんな経理部的な発想なんだね。そうじゃなくて過去のロスを積み上げてこんなロスはもうなくなりますよってことを示すことが今大阪都構想の一番重要なことで、統治機構改革ってのはそういうことですよ。協定書の項目には入ってないと思うんですけれども、ちょっと法律で義務付けられているものではないかと思うんですが。何なんですか。その効果を出す。いやそれは協議会で議論するのは必要じゃないですか。義務付けられて協定書にいちいち書く必要ないんですけど、有識者会議の結論は実質的には、まあ、分かりました。それは今行政に考えてもらってます、うん。そこのロスというのは今例えば府市統合本部をやったりとかですね、大阪都にならなくてもロスを解消できている部分というのはあるのかなと思うんですけども、それは過去のものをロスを解消しているだけであって、言ってるのは将来そういうロスを生じさせないためには制度化する必要があるということです。そうすると過去のものを出してリスクとして将来こういうのがこのままいったらこういうのがあるよっていうような出し方を、いや分かります。だからそこを有識者会議に検討してもらうということです。あとその姿勢改革とかですね、今言ったその統合本部での改革というのはこれは当然都構想の効果には入れられない。だから今の概念で整理したらそれが効果に入ってくるんですよ。姿勢改革そもそもやらなくて済んだんですから、特別区がきちんとできてる。だからその経理部的な発想になってしまうと姿勢改革のその効果っていうものは大都市制度とは違うじゃないかと、そんな話になるんですけど、概念を変えればね、いやそもそもこんな姿勢改革、こんな姿勢改革をやらなきゃいけないようになってしまったのは大阪市っていう一つの単位で意思決定したからこんなになってしまったわけですよ。それぞれの議員が、地元の議員が24個の行政区でね、施設を作れってなったからこういうふうになってしまったんで、きちんと特別区ってものが設置されて、その中で自律的な運営をすればですね、今の大阪市内のような施設のあり方にはなってないと思いますよ。それは大阪府と大阪市の関係もそうですし、ね、だからそういうロス、今 なぜ姿勢改革をやってるかっていうのはロスがあるからですよね。だからこのロスを止めるために一個一個の個別の業格でロスを解消するんじゃなくて、将来的に恒久的にこういうロスをなくすためのこれは統治機構改革なんでね。だから行政改革ってのは一個一個の施設を見て、例えばですけども学校一つ統廃合するだけでも本来だったら何年間もかかるわけですよ。でも今回一律高校を府立に移管すると、でその後都構想が成立しても大阪全体の高校については都がマネジメントするんだって言ったら一気に何十校のこれ再編になりますよ。そういうことなんでね、だから一個一個の個別の業格の話じゃなくて、これまで非常に不効率にやってきてもう山積みになってきたロスというものをね、将来にわたって恒久的にそういう無駄な政策決定をしないというところがこの統治機構改革の重要なところですから、今姿勢改革でやってることもこれもきちんとした行政機構で、あればですね、こんな姿勢改革やる必要もなかったら、そもそもそんな施設のあり方にならない、ね、24区で全部作るなんてこんなバカげたことしませんよ。ただその過去にも多分いろんなロスがあって、まあ原因は多分いろいろあったと思うんですけども、それはその時のチェック機能が働いてなかったとか、そのただ統治機構が起因していることも大きいと思いますよ。だからそこを有識者の皆さんに見てもらうと、これはやっぱり統治機構が起因してるねと、リンクゲートタワーベルト WTC なんてこれは統治機構が起因してること間違いないです。もし府知事がこのビルを作る権限と財源を持っているということになれば日本は絶対建てないですから、そういうことです。だからちょっと行政でずっと議論してもらってたんですけど、こういうところで方向性を示すのが政治家である僕の役割なんでね、多分今までそんな発想行政の現場ではなかったと思うんで、ちょっとそういうことを考えているということを、このつい何日前ぐらいから言い始めたんで、このあたりは有識者の皆さん集まってもらって僕の考え方も伝えて議論引っ張っていきますよ。でまたそれに従って行政マンできちんとその数字を積み上げていけばいい。今部局がやってることも重要なことなんでね、財政効果としていくらなんだと、で姿勢改革の効果も重要ですけども、
まあ、市政改革の効果はこれ大都市制度の再編とは関係ないというそういう理屈が出てくるので、これは経理的な発想でね、もう繰り返しになりますけども、きちんとした統治機構であればそもそもこんな市政改革をやる必要もない、そういう部分もあると思いますが、そういう観点でちょっと整理してもらおうと思います。今度の9日の法制度で出てくる案の中では、いわゆる市政改革で生み出されたその効果っていうのは、都構想による再編効果とに含まれる。だから、それは今概念整理してもらってますけども、きちんとした統治機構になってればこんな市政改革をやる必要ないということであれば、それは効果です。もともと市政改革でこう積み上げてきたその無駄の削除というのを都構想でのメリットの中に含まれるという。だからそれは財政効果としてはあんまり意味ないですよ。財政効果じゃなくて、将来こういうふうな市政改革をやらなければいけないようなロスは生じませんよと、その参考値としてこの市政改革の金額っていうのは参考値として出てくるんでしょうね。だから発想変えなきゃいけないんですよ。これして一体いくらのお金が出てくるのって、そんなちっちゃな話でね、物事考えてたら本質を見誤ります。そんなちっちゃな話じゃないので、これは統治機構を変えるっていうのはそういうことで、お金を生み出すってことだけじゃなくて、将来その政策の不合理性から莫大なロスを、生み出すようなこと、それを止めるってことも、止めるってことの方が統治機構改革の重要なことなわけですから。よろしいですか。